はい、どうも皆さん、ズマです。それでは、引き続きやっていきましょうか。今回は、徳川広忠を撃滅しなくてはいけないということですね。さて、ということで、まあ、内政をとりあえずやりましょうよということで、城のアップグレードしときましょうか、牙城に。で、広忠部隊は、兵隊自体は、2、4、6部隊と少ないので、まあ、こっち側から大軍を出して、やろう。やれば、まあ、すぐに逃げ出すと思うんですけどね。まあ、次のターンまで待ちましょう、とりあえず。ターン終了。まあ、ちょっとだけ動きましたね、広さだね。お、北畑が。足軽弓隊が、徴兵できましたよ、と。ですね。そして、武士道を、習得しました。武士道という風は、死ぬことと見つけたり。いいですね、この、説明の下にこの余計なことが書いてあるのがいいですよね。で、今現在は、この工房を取得してますよ、ということですね。わかりました。任務が発令、立場の強化、任意の国を占領せよ、ということですね。まあ、任意の国を占領せよということなんですけれども、ちょっと徳川氏、まあ、松平氏は、今川と同盟結んでるんでね、ちょっと攻めるとこっちから大軍が押し寄せてきそうな気するので、まあ、ちょっと、この、伊勢は伊勢で、まあ今平和な状態にあるんで、まあ、やっぱりここは、ライバル、美濃を、斎藤道三をぶち殺して、美濃を奪うと、いうことを狙っていきます。まあ、小道を道路にアップグレードしますよ、と。まあ、ちょっと、もう少し弓兵が欲しいかなっていうんで、弓兵を、もう二部隊だけ徴兵しておきましょう。まあ、でも、攻撃は仕掛けます。胸より、さんに出ていただきましょう、今回も。これぐらい兵隊連れていけば大丈夫でしょう。ヒロトに攻撃。あ、逃げましたね。引きましたね。じゃあちょっとまあ城に戻りますか。で、まあ隙を伺いながら、美濃を伺うということにしましょう。ちょっとね、様子がまだわからないんでね、これ忍者とか雇えるようになると、忍者を石膏代わりにどんどん行かせて、敵の様子を知ることができるんですけどもね。まあ、ちょっと、一回胸よりさんに戻ってもらって、で、ここで新しく徴兵した部隊と合流して、美濃に進攻するということにしましょう。それでは、ターン終了します。さて、ということで、まずは宗頼さんに戻っていただきます。そして、結構数ありますよね。まあ、足軽部隊をちょいちょい補充しようかしら。どうしよう、弓が1、2、3、4、5、足軽が5か。足軽をもう少し雇って、今弓ももう2部隊ぐらい雇っておきますか。で、次のターンでもって、美濃に攻撃を、美濃の攻撃というか、まあ、美濃の様子をとりあえず、まあ、伺ってみましょう。ということで、まあ、今回あっさりと、ね、えらいあっさりとしてますけどね。やっぱ、しょうがないですよね。将軍は、内政随分あっさりですからね。まあ、将軍に限ったことじゃないですけど、トータルウォーシリーズは。まあ、とりあえずターンは終了します。なんかあれですよね。こうやって上のやつがサラ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 って流れてるのを見ると、あ、牙城になりましたね。サラサラサラって流れてるのを見ると、昔の信長を思い出しますよね。ということで、牙城になったので、ちょっと城がね、パワーアップしましたよね。なので、まあ、城下町が広がりました。で、まあ、いろいろ建設できるようになりましたよ、と。ということで、何を作ろうかっていうことですよね、次は。いいんで、これ弓侍とか刀侍とか、はあ、この軽装騎馬隊もすごい欲しいんですけどね。でも、ここは、この主殿を作って、主殿でいいんですかね、を作って、忍者を徴兵できるようにしたいですよね。忍者徴兵すれば、忍者をいろんなとこに送って、まあ、様子も伺うこともできますし、相手の諜報活動に対しての対策もできるようになるんで、ここは忍者を雇いたいので、まあ、主殿を作りましょう。おい、お前、何俺の芸者を見てやがるクズ野郎が。どこからそのアイディア出てくるわけ？
天才ですよね、ある意味。パテクの思念を建設開始します。そして、まあ、お金がちょっとなくなっちゃったので、まあ、建設は控えてはできないですね。そして、宗頼さんを率いる部隊でもって、まあ、美濃の様子をとりあえずね、伺うということにしましょう。まあ、これぐらい連れて行けばいいかしら。もう一部隊足から連れて行きましょうか。それでは出ます。あ、いた。すぐそこで、斎藤道さんだ。三部隊しかいないの？これはじゃあもう勢いを買って、行っちゃっていいですかね。斎藤道さんに、これ城に一体どれだけいるのかっていうのは、あれですけど、不安ですけど。でもこれ確か、この、旗の下の線が兵隊の、兵の数だった気がするんですよ。部隊の数。これ部隊が一つしかいないような気がするんですよね。見てください、この織田、結構いるでしょ。ということはですよ、これ一気に傘にかかって攻めて、占拠しちゃえるんじゃないですかね。まあ、とりあえず道さんを攻撃しましょう。まあ、道さんは、このパワーバランス見ると圧倒的に味方なので、今回は戦場で必要を交えずに自動戦闘をしてしまいます。さあ、ということで、ほぼ被害ゼロでもって、相手を散らすことに成功しました。テキサス州61ですけれども、残存はゼロということで、部隊壊滅ですね。さあ。他に何もないのですか？ちょっとだけ訛ってますよね、英語に。で、このままじゃあ、井口美濃に攻撃を仕掛けてしまいましょう。佐々木、道種、一部隊のみということで、パワーバランス圧倒的にこっちですということで、自動強襲で、この、滅ぼしてしまいましょう。斎藤家を。やりました。損失ゼロ。一人も、死なすことなく相手を、散らすことができましたね。相手一人も、あ、でも相手、敵殺傷60だから。もう皆殺しにしてるということです。城を枕に打ち死にじゃっていうのはまさにこのことですね。まあ、ということで、斎藤家を、美濃を占拠しました。平和的占領しましょうか。ね。平和的占拠に成功して、美濃はこれから、この宗頼さんか。道谷はさっきの敵の大将だね。宗頼さんが治めることになりますよ、ということですね。で、ちょっとまあ、砦がぶっ壊れてるので、補修します。いや、順調ですね。すごい順調ですね。今これ確かなんか、少しアドバンテージを持ってるんですよね。なんだかわかんないですけど。財政で見れるのかな？治安が最も悪い国、ミノ。ミノはどういう感じなのかな？まあ、でも言って守備隊がいっぱいいて、侵略者への抵抗マイナス4。この後輩とか、この辺は少しずつ消えていくんですよね、きっと。まだ占拠したばっかりなのでっていう、ことだと思います。治安がちょっとピカピカしてるのが気になりますけれども、まあ、これ城が治ればね、城の抑圧が4増えるので、こっちが有利になると、なるので、まあ、治安も元に戻るでしょう。ということで、まあ、次のターンに行ってしまいますか。こっちもうちょっと槍足軽をやっておきますか。それでは次のターン行きます。おっと？懲りないね、君も。これまた結構敵部隊いないですか？この旗を見るに。攻撃が断絶。北畑氏と攻撃が断絶しましたよ、と。あ、槍の道を得ましたね。あ、違うのか。これから槍の道を得るのは7ターン後に。なるほど。さて、ということで、徳川広忠が、家臣の松平秀長を連れて、攻め込んできましたね。これは、もう我が大将部隊でもって、敵を圧するしかないでしょう。まあ、でも、こいつがどう出るかですよね。次のターンに。もしかして美濃を伺ってるとかそんなことないよね。
どう、まあ、でも、これ敵、味方全部隊でもって、ちょっと槍が少ないような気がするんですよね。槍足軽が。もうちょっと槍足軽を、次のターンで雇えるので、次のターンに、広忠を攻撃することにしましょう。でも、もちろん、美濃が狙われることも十分考えられるので、まあ、美濃の方もちょっと、整えておきましょう。こういう感じでね。それでは次のターンへ行きます。ほんと、広忠がどう出るかってのはすごい気になりますね。やっぱ美濃を伺ってますけど、なんだ？これ、下妻。何ですかね、これね。なんていう名前でしょう、これね。術来っていうんじゃ、日本語チックじゃないですね。まあまあ、とりあえず、一個一機の本願寺が、通商協定を結びましょうよということで来ましたね。まあ、こちらとしては北畠との通商協定が途絶えたばっかりですし、まあ、ちょうどいいんじゃないですかね。まあ、提案を承諾しましょう。一個一機とこう、交易する。おだけ。なんかちょっとがっかりですけどね。比叡山を打ち滅ぼした身としては。さて、ということで、すっごい鬱陶しいところに、ヒロトタがいますね。まあ、一気に。あ、これ、忍者が徴兵できるようになりましたね。忍者を雇いましょう。せっかくなんで。お、来ました。これちょっと見ましょうか。隠せ。闇が影と重なり合う場所。Happy to do their lord's bidding. 渋いですね。渋いですね、忍者ね。まあ、このターンはこう行動できないんで。そして、この主殿を賭場にアップグレードできますよと。なるほど。国の幸福度が3上がって、このように商業からの収入が200億円。超半。半いや、こう、好きですよ、僕、これ。こういうの。まあ、とりあえず、あ、そうか、そうか、まあ、賭場にアップグレードして、信秀部隊で持って、これ、信秀部隊で持ってはいいけど、まあ、こっから1ターンで来れないよね、その、さすがに。信秀部隊で持って、広忠部隊を、叩くことにしましょう。あ、逃げた。逃げ腐ったぞ、この野郎。これ、引きずり出されるとか、そういうこと考えないよ。大丈夫かな。じゃあ、ちょっと胸寄り部隊も出して、これ一回逃げられないんですけど、二回目は逃げられないんですよ。なんで、もう一回叩いちゃうと、もうどうしても日中の幸もいかなくて戦わざるを得ないんですよね。ということで、あなたの軍勢が偉いことになってる。1680プラス2、援軍2200、まあ、信秀の攻撃範囲内に入ってるんで、この赤い矢印がついてるのが、この援軍可能っていうことなんですけど、まあ、パワーバー完全にこっちに来てるんで。まあ、これは自動戦闘でいいでしょう。ちょ、申し訳ないですけどね。競った展開じゃないんで。バッサリと一刀両なんで。結構頑張ってますね。敵さん、徳川広忠死にました。松平広忠は敵殺傷、敵部隊1160ですけど、敵殺傷160なんで。まあ、死んだかどうかわかんないですよね。重傷ってどっかに運ばれたかもわかんないですけれども、何しろ、皆殺しです。もう、全滅しましたね。やりました。なんか、モニュメントが立ちましたね。次のご命令はいかに？じゃあ、まあまあ、完璧。極まりない。ですね。まあ、信秀部隊も、終わりに返しましょうよと。これでも、今来たら怖いよね。まあ、間に合うけどね、きっと。まあ、こんなもんですね。ターン終了しましょう。越前が覗きましたね。お、なんか来た。服部氏も通商協定を結びたい。軍事同盟を結びたいと。ああ、なるほど。伊賀人と。なんかこれもちょっとがっかりですよね。織田って確か信長、伊賀人めちゃくちゃに攻撃しましたよね。天正伊賀の乱とかなんかそんなんで。同盟が浅いし、足利と結んだ。まだ通商協定、軍事同盟がどうなんだろうなと思う、言わするんですけれども、これ間接的に足利将軍家と結んでしまうのがちょっとあれですけどね。
まあ、とりあえずはいいですか。提案を承諾しましょう。これ、後で後悔しそうな気もするけど。お、なんか来た。越前からなんか出てきましたね。なんか、近江。近江これきっとあれなんですよ。小谷城はなくて、六角が存在しないことになってる気がする。ですよ、これ。浅井がこれ、近江の、棟梁になってるでしょ。これ、京極、佐々木、六角佐々木氏が存在しないことになってますよね。佐々木同様の方が。それはそれちょっと悲しいな。さて、忍者。これ忍者は、こうやって、こういう感じで進んで、あ、なんかいるね。大久保光政。これ、こうやって、攻撃も仕掛けることができるんですよ。暗殺することが。こうやって陸に妨害こそ 42% 暗殺 29% だったんですよね。まあちょっとこっちの方も伺ってみますか。お、なんかいる吉本か。あ、なるほど。これでもこの様子を見る限り三河は攻撃して OK のような気もしますね。でもただその向こう側に控えている今川がなんか危ない。今川もでも言うてあんまり兵隊いないんで、攻撃してもいいかな。ちょっと兵を練りましょうか、ここで。ね。なかなか、うわ、これだけ見ると圧倒的ですもんね、兵力は。兵をじゃあ兵を練りましょう。できればここに、城が改良された後に解除か。騎馬隊とか欲しいけどね。まあまあ、それもう、ないもんねだり言ってもしょうがないんで、もうちょっとじゃあ弓と槍やしがるをもう少し調整しておきましょう。で、こっち側も少し、まあ、兵の維持費がどうなんだろうなって思いますけどね。これ、戦か。ちょっと兵を、徴兵はちょっと控えましょう、こっちは。じゃあまあターンを終了します。越前一向一騎手。これさっき軍事同盟を結んだ。これなんか、ドクロマークがつくのはなんか、お、信長が元服しましたね。ついに信長の野望が始まりましたね。まだ始まってないですけど。別に何かできるわけじゃないね。さて、ということで、見てください。信長、息子にして着手。すっごい顔しますよね。全然信長っぽくないですけど、まあそれは言わない方、言わない約束ですよね。さて、攻撃しちゃいましょうか、三河。なんか史実とは違うじゃないかって。まあそれはね、いい子なしですよ、そこは。で、ちょっと気になるのは、実は、これちょっと今川の方を少しずつ観察してしまいましょう。で、今川がどんなもんなんじゃろうかい、ということ。忍び足で。まぁ、あ、ちょっと、この辺まで最終目的地行ってみましょう。無理でござります。なるほど、なるほど。まあ、伊勢は、同盟結んでますよ、ということで。ちょっと、近江がね、気になるんですけど。まあ、あ、近江、え？浅井が滅んでますね。一向一揆になってますね。いつの間にか。本願寺が浅井を滅ぼしました。それはどうなの？伊賀のところにさりげなく忍者マークつけるのやめてもらっていいですか？へぇ、ここにも忍者マークついてる。へぇ、わけわからんことになりましたね、この戦国時代は。まあ、とりあえず、じゃあ、これアップグレードした上で、進みますか、信秀。まあ、信長はまだね、元服したばっかりなんで、戦場に出すのは国というものなんで、信秀が兵を率いて、三河攻撃を開始します。まずはこの大久保光政を、ただ、血祭りに上げることにしましょう。
あ、城に寄りましたね。さて、これで今川の援軍が来なければ万々歳なんですけどね。まあじゃあ次のターン行きましょう。じゃあすごいペースで攻撃してますね。これでも右に出てきましたね。強大なこの野郎が、武田菱の野郎が出てきましたね。何？この国は荒廃しつつある。どういうこと？あ、本当だ。なんかこの収支が下向いてる。何これは。え、これ下向いてる財政。これ税収をじゃあちょっと安くした方がいいってこと？税金を。まあ収支は当然減りますけどね、それだけ。すべての国の発展の、すべての国の町の発展をわずかに減少させるんですからね。これじゃあ、税収スライダーを、治安が最も悪い国、終わりって書いてますけど。あら、そう。これでも、ここがえげつなく影響してますね、この、収入が。まだ、三河を占拠してしまえばっていう話があるので。あら、そう。これって何があれなんですかね。それを変えてくれるんでしょうね。まあ、治安に関しては全く問題ないですけどね。あ、そう。あ、これでもあれですね。上向いてますね。この状態と。これに、でしましょうか。じゃあ、OK にしましょう。ちょっと税収が減ったから、収支があれですけど、ミカを乗っ取って、うんぬんかんぬんってことにしましょう。これ、吉本が、どっか行っちゃった。吉本相変わらずここにいるんですね。じゃあ、信秀で持って、城攻めを行う前に、忍者で持って、ちょっと工作仕掛けてみましょうか。縄文に破壊構想してみましょう。あ、ダメだ。1ターンに届かない。じゃあ、攻撃してしまいましょう。岡崎を。随分パワースライダーがこっちに傾いているので、まあ、これもちょっと自動強襲で、にしてしまいましょうか。戦闘楽しみにしてる人は申し訳ないですけどね。まあ、勘弁してください。ということで、自動吸収します。もう、徳川、やっぱ、松平秀忠は、死んでましたね。この、大久保光政っていうのが城を守ってますよ。秀忠に関しては、どこにいるかわかりません。さて、決定的な勝利。敵を全滅させました。そして、三河を占拠しましたよと。で、平和的占領しましょう。で、三河を滅ぼし、三河を、ミカを、我が物にすることに成功しましたと。そうですね。で、外交なんですけれども、ちょっと武田が怖いんでね、非友好的って書いてある。ああ、今川とあれなのか。そうか、今川と、ああ、そうだよね。孝、寸、円三国同盟でしたっけ？武田北条、今川で三国同盟結んでますもんね。もうこの辺はちゃんと作ってあるんだね。そっか、難しいですね。武田と本当は、外国交渉したいんですけど。通商協定は OK してくれますよと。同盟の要求を破棄。今の後の同盟を破棄してくれるのは申し分がないって言ってますね。なんで、武田は今川との同盟の破棄に関しては全くもって、すごいですよ。これちょっとすごいですね。全くためらいなく、同盟を破棄することができると。まあ、確かにそうですね。吉本、死んでしまった後、武田は今川を攻めてますもんね。まあ、それが、原因で武田義信が腹切ったりとか、オブのお兄ちゃんが腹切ったりとか、いろいろになっちゃうんですけどね。ああ、そう。これじゃあちょっと、
これじゃあちょっとこのまま行ってみましょうか。脅迫の時に、ね、点を送りましょう。いいですね、これ。これで、武田が怖くなくなりました。中立的になりましたね。服部がまだ服部の順に行くことです。なるほど。なるほど。これで面白くなりましたね。これで、まさかね、どの戦国時代に、織田が今川を攻めるという日が来るんだっていう話ですけど、まあでも攻められるようになりましたね。これで、どん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 、攻めていってしまいましょう。駿河まで。攻め伸びてしまいましょう。で、いや、西に行きたいけど、西は、残念ながら、本願寺と服部に塞がれてしまっているので、どん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 東へ向かうことにしましょう。まあ、ちょっと織田信長が守る尾張の、あれが、ちょっと、兵の数が嫌ですけれども。あ、でもそうか、そしたら、こっちから兵を少し移動させておけばいいんだね、こういう感じで。そしたらこういう感じで、まあ結構融通が利くようになりましたね。でも信秀がバンバン前に行くということになりますね、これで。いやー、この戦国時代は、なかなか熱い展開になりましたね。でも、次の攻撃目標は、遠江、駿河ということになりますね。なんか、間延びしてるようにも見えますけれども、これは武田との同盟なしには、語ることはできないという。まだ、これあれなんですよね、攻撃経路、こういうところも一応通れるは通れるのかしら。どうなんだろうね。こういうところも通る。なんか、移動っていうとこの道をこう伝っていくから、一見するとここは明らかに安全のような気がしますけどね。だからこれ、どっからも来られそうだけれども、実は意外と危なくないみたいな感じですけど。まあ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 。時間も時間なんで今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。